次のブロックが今治西のブロック、第2シードブロックということになります。いや、ここも大変なブロックですね。そう、ここもね、激戦区になりましたね。あ、はい、今治西はどうですか。まあ、特番の中で渡地君の話中心にしましたけど、ね、まあ、千葉監督とも今日お話ししたんですけれども、はい、まあ、チームの状態は非常にいいんだと。チームの状態いい、まあ、ピッチャーもいいし、うん、バッター陣もね、うん、飛距離が出てると。あら、飛距離が出てる。ああ、もうね、だからでも角度スイング、 あれはそうですね、バレルゾーン25度よりも低く15度ぐらいで打ちたいって言ってたんですけど、かなり今日映像見たら25度ぐらいでホームランみたいな角度で打って見てましたね。大丈夫かな、君が。大丈夫かな。でも、ま、好調なんでしょ。いや、もう好調だっていうことはね、はい、千葉監督が話されていましたんで、うん、まあ、とにかく去年の悔しさをね、うん、まあ、千葉監督もういつも夢に出てくるから、はい、とにかくね、うん、それを払拭したいんだっていうことね。だってそれはもう優勝するしかないですよね。もう優勝するしかないですよね。そうですよね。まあ、そのためにこの1年ずっとやってきたってことですね。何が足りないかっていうのを感じながら、やっぱある程度、まあ、打撃やっぱりこうハマればポテンシャルとしてはやっぱり県内随一っていう。いや、そうですね、うん、っていうか、やはりピッチャーのバランスですよね、はい、ピッチャーと打線のバランス、はい、また足もある選手がいるっていうことなんです、うん、はい、ただピッチャーがね、1枚渡地君だけだったらちょっと厳しいかなっていう話をちょっと向けたら、向けた、はい、向けました。何言ってんだと、はい、あら、いわきがすごいよと、いわきがすごいよと、いわきすごいよと、いわき君いるぞと。でも春は山本って言ってたんですけどね、うん、今ここに来ていわきですか。まあ、遠倉もいるんですけど、遠倉君も、ああ、でもね、うん、いわきの名前が出てきました。ああ、じゃあ渡地、いわきという感じですか、はい、だからいわきちょっとサイドが投げてくるんで。そうそう、右横ですよね。だから球速が出てきた、キレが出てきたっていう話ですから、はい、やはりそういった球投げられると、やはり、うん、サイドから投げられると結構ね、バッター食い込むんですね、うん、あ、だって、癖玉ですから、やっぱシュート気味にね、そう、食い込むと右バッターは特に打ちにくいですね。そうなんですよ、だから左と右が揃えばですね、うん、こうかなり、うん、大きな力になってくると思いますね。今治西高校、もちろんね、まあ、実績はもう十分です。あとはもうあと一歩っていうところですから、はい、まあ、タレントはね、もう佐田だったり、福岡だったり、村上だったりね、うんうん、まあ、一番をね、誰が打つのかなって。まだどうですか、一番は。まあ、おそらく木村君ですか、じゃないかなと思うんですけど、うん、あまりね、こうガッツポーズにしたり、うん、よっしゃ行くぞ、うん、みたいなタイプではないんですけど、ちょっとこう静かな投手を燃やすタイプですからね。でもね、心の中はね、もうすごく燃えたがってるんですよ、うん、だから、まあ、彼が本当に一番で出ることによって、うん、もうチームを引っ張ってくれますからね、うん、まあ、その辺が木下君は2番かな。まあ、何でもできるっていうタイプですから。そう言われたらね、はい、こう打線すごくね、うん、つながりがあるしね、うん、分厚いんですよ。分厚いですよ、今治西、うん、だから今年はね、もう千葉監督もチャンスの年っていうことは、うん、言ってますか。言ってますんでね。でも林君も出てないっていう、なんか そこはどうなんですか。まあ、もちろんこれがこの両チームが当たるのは決勝でしか当たらないんですけど、はいはいはい、でも林君にやっぱり秋春とも抑えられてるじゃないですか。そうなんですよね、はい、それの対策っていうのをね、私まだ聞いてないんですけども、はいはい、やはりもう まあ、どのチームなんですよ、うん、林投手をどう打つかっていうところ、まあ、ね、今年のテーマですよね。そうなんです。それぐらいの存在ですからね、林君が、だから結構早い、カットボール系のスライダーをマシンで打ったりもしてましたからね、はい、なるほど、なるほど、やっぱり林君を打てないと勝てないっていうね。そうなんですよね、口々に皆さん言ってますけども。なるほど、はい、じゃあこのブロック、今治西、はい、聖カタリナと八幡浜の勝者と。ああ、そうだ、ここどうですか。ここはね、これもですね、うん、まあ、聖カタリナはもう力がありますよね、うん、浮田さんなんか言ってました。いや、浮田さんね、はい、5月の岡山遠征に行ってですね、はいはいはい、勝ち方を覚えてきたと。おお、勝ち方を覚えて帰ってきた。もう選手がみんな感じてくれたと、はい、今までやはりこうちょっとしっかり打って大きいのを打ってみたいな、うん、形だったんですけども、はい、やはり、スモールベースボール、うん、とにかくチームバッティングをしようっていうこと、はいはい、それとゴロを打とうっていう、ほうほうほう、テーマを持ってですね、岡山遠征やったところですね、はい、もうそれからずっと勝ってるんですよ。
聖カタリナも去年ベスト4、はい、去年は、まあ、川内君もいましたし、はいはい、もう優勝してもおかしくないような戦力でした、はい、でも、まあ、あそこもガラッと変わったじゃないですか。そうなんですよ。でもやっぱり力ある。いや、あります。いや、だから私はね、今年はちょっと落ちるのかなと思って、はいはい、まあ、河野君はいるんで、河野君残ってますけどね、残ってるからと思ってたんですけどもね、はいはい、それがね、あれね、結構投打に渡って ね、選手そう熱いですよ。私ね、うん、まあ、寮も練習場を見せてもらったんですけどね、はい、もう選手たち頑張ってますよ。あ、そうですか、やはりもういろんなとこから来てる選手たちもいますしね、うんうん、本当に、ご両親にね、恩返しがしたい、うん、最後頑張ってるところを見せたいとかね、うん、言ってる選手もいますし、ね、本当にね、うん、食事した後もね、自由練習とかがあるんですけど、うん、はいはいはい、本当にね、真剣に取り組んでる姿っていうのはね、頭が下がるぐらい。練習外でもね、募金活動したりですね、清掃したりということで、社会貢献活動も、まあ、カタリナ選手頑張ってますけどもね。そうですね。まあ、それと、まあ、河野君の名前はよく出るんですけども、はい、キャッチャーの香川君の成長がね、はい、チームの成長につながったってことはね、カタリナ、浮田監督話されていましたね、香川君ですよね。まあ、ピッチャーはね、寺井君という左ピッチャーが、はい、どっしりしてたんですけども、ちょっと調子が崩してた時にですね、うん、まあ、星君であったり菊池君という右のね、うん、変化球とか緩急をうまく使えられるこの2人似てるんですけれども、うん、はい、非常に伸びてきて、成果足りたね、もう今は中心になってる、ね、てて星君、菊池君、なるほど、それで寺井君がいて、はい、それと宇和島 の、うん、ダルビッシュ、ダルビッシュ、はいはいはい、言えてないですよ宇和島のダルビッシュ、はい、有馬君、有馬君、はい、このピッチャーはね、私ピッチング練習見ましたけれども、はい、あれストレートの質がいいですね。あ、そうですか。まあ、落ちる球も投げません、まあ、プロが、ね、注目してる、まあ、去年の川内君の再来みたいな、はい、なるほど、そんなピッチャーが、だからどこまで、まあ、制球力が課題ですから、はい、どこまで仕上げてきてくるかっていうのが、ね、ポイントになってくると思います。八幡浜との初戦ということになりますけども、八幡浜ね、はい、ピッチャー見ました、はい、菊川くん、うん、菊川くん、菊川なんですよ、うんうん、サイドから投げてくるピッチャーで、それ右、右のサイドで、私左バッターなんですけど、まあ、はい、当然右バッターは嫌ですけれども、はい、左バッターもですね、うん、本当に外に逃げていく球があったりですね、そうですか、内側に緩く投げてくる、もう緩急と変化球が多彩ですから、はい、なかなか打ちづらいの、じゃあカタリナ打線も苦労するかもしれない。そうなんですよ。で、渡辺君はパワーキャッチャーしてる渡辺君もピッチャーするんですけど、はいはいはい、3番も打ってるんですけど、うん、パワーピッチャーでストレートも結構速くて、はい、スライダーのキレも良かったですからね、ここもね、まずどちらが勝ってくるか分かんないですよ。で、勝ってきた方が今治西ですから、その今治西にとっては初戦ということになりますから、ここも難しい戦いになりますね。そしたらそうですよね。だから、あ、もう野球知らない人はもう、あ、カタリナ簡単にって思うかもしれないですけど、カタリナね、このピッチャー陣苦労するかもしれないですよ。まあ、結構苦労するかもしれないってことですね、まあ、清水監督ですよね、八幡浜って言えばね。なるほど、なるほど、あと、まあ、三島高校、はい、佐藤監督なので、まあ、今年はね、若いチームなんですけれども、うんうん、とにかく常に一歩前に出る勇気を持てとかいう、はい、春も言ってたんですけども、三島高校佐藤監督、そうなんですよ、3年生が2人ぐらいしかいないんですけど、うん、まあ、3年生の二野君を中心にですね、はい、本当にこうそんなに、まあ、小粒な方なんですけれども、はい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 、もうしっかりつなげてくる、うん、ただね、うん、ピッチャー陣がね、面白くて、こう、はい、西岡君って右の、はい、まあ、技巧派になってくるのかな、うんうん、と須崎君で左ピッチャーがいますから、はいはい、この辺がね、うまくこう相手のこう狙い球を絞らせないようなピッチングでですね、うん、最小得点に抑えていけばですね、面白い存在になってくる、まあ、最近の傾向としては、もちろん速い球投げるピッチャーたくさんいますけども、はい、こう芯を外すだとかね、はい、変化球でうまく打たせるとか、はい、やっぱそういうピッチャーもこう勝てるんだっていうような、そんな野球になってきてますよね。まあ、それが バットの影響、影響だと思いますよね。ですから、そういうチームでもこ うまく芯を外すっていうようなね、そんなピッチングも見られる。で、結構強豪校が苦労するなんていうね、シーンも結構出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、で、宇和島東ですね、はい、宇和島東行きましょうか。まあ、長田監督はですね、はい、まあ、今年とにかくピッチャーはいい、ピッチャーはもう抜群、はい、打力もいい、はい、打力もいい、あとは守備を丁寧にできるかどうか、まあ、おっしゃる通り守備で負けているっていうところがあるんですよ。いや、時々ね、こう、はい、守備から
得点されたりする場面があるんですけど、ちょっと秋も春もね、そうなんですよ、そこでいかに我慢できるかというところがまずポイントになってくると思うんですよね。まあ、あのピッチャーはとにかくもう菊澤、川口、そして、佐々木君という2年生もこれ、結構いい球投げてくるんですよ。これも佐々木君も2年生、2年生なんですよね。3人とも2年生、そうなんですよ、すごいですね。だからもう楽しみですよね。もちろん秋以降もそうだけど今年も十分狙える、ね、だからこれテレビでも言いましたけど、本当にこう菊澤君はもう最大のブレイクする、今年の夏のブレイク、もう林君と肩を並べるっていう、そこまで言いますか。もうそのぐらいね、本当に素晴らしいピッチングしましたね、私が見た練習ゲームでは。まあ、川口君はね、本当状態がしっかりしてね、ブレない腕の振りでね、本当にいいストレート投げてました。もうこの2人がいますから、まあ、でも打つ方も結構いいでしょ。打つ方はね、やはりこう1番をおそらく打ってくる桜井君ですね。桜井君がだから1番打ちますか。1番打つと思います、やはりね、やっぱあの上手っていうか上手いですよ、バッティングが。柔らかいですし、だからやはり彼が率残せるっていうタイプですね。そうですね、だから彼が引っ張ってくれて、まあ、やはり豊岡君、豊岡君もどっしりやっぱり彼もあの成長したじゃないですか。そうですよね、で引っ張るだけじゃなくて、やはり広角にも打てますからね、彼の場合は、それと永田監督がおっしゃっていたのは、外野の競争が激しくて、まあ、誰が出てくるのかわからないんですけれども、まあ、おそらく丸バイ君が出てきたくるかもしれないですけど、丸バイ君が、まあ、あの秋のヒーローですからね、3番打っていた、彼が7番とか8番に入ってくるかもしれない。それぐらい岡が成長してるってことですか。成長してるんですよ、だからそうなってくると打線がつながってね、いいチームになるんだよってことから話してましたね。もう力はシードコーナー目にありますから、ここはだから勢いをつければ、あの実績もありますしね、そうですね、中田さんのいいチームを作ってきます、東、で、まあ、新山翔吾の、ね、近藤君というこの左 の、あの技巧派のうまいピッチャーがいますから、ここもじゃあピッチャー陣、注目したいところですけど、星稜高校ですかね。松山星稜も言ってきますか。星稜高校はですね、やはりこうまずこうピッチャー陣がですね、まあ、小屋君であったり、丸谷君、親川君、親川君の弟でしょ。親川君の弟ですよね。でもう全部書きますか。小山、田畑、金城、島袋と、たくさんいる、まあ、このピッチャー陣はですね、いかにこう、まあ、3、4人の系統っていう話をされていましたね。ああ、じゃあどういうところ、この辺も腕の見せ所ですね。じゃあそうですね、まあ、でも私はポイントは何といってもね、小屋君が、どれだけ投げれるかどうかっていう。小屋君も本当に苦労して ね出てきましたよね、最後ね、怪我明けでね、夏を本当にこれ1年生の時から注目されていたピッチャーですけど、ね、ずっとね、やっぱり投げたいのを我慢しながら、もう走ってる姿っていうのはね、本当にね、思い出しますね。だから頑張ってほしいですね。それとやっぱり丸谷君とかね、親川君、この辺が成長してきていますからね、ピッチャー陣がね、どれだけ頑張って、チームを引っ張れるかどうかということと、まあ、ここはね、あれ、狩俣君、浅田、青島とね、中心が足もある、またはなんていうか、機動力もうまく使える、まあ、とにかく仁鶴監督はですね、この学年というのはごまかさず、一つコツコツやってきたんだと。なるほど。だから今大会こいつらがどれだけやってくれるか、非常に楽しみなんですってことをね、話してくれていました。仁鶴さんは去年もノーシードで、サエビを破って勢いに乗ってベストホームまで行きましたけども、今年も、まあ、春秋とね、地区予選で敗退ですから、これ県大会にも上がってきてないんだけども、でも逆にそれでちょっと不気味ですよね。そうですね、でもね、もう本当には落ち着いています。あ、そうですか。もう五校が指しています。今ね、五校が指しています。88カ所のうちな、もうそんな感じになって57カ所かな、67カ所かな、ちょっと88カ所、もうかなり回ってきて、7割8割回って、もう5校が指してる。いや、もう本当にね、もう悟りを開いてるっていうかね、本当にね、選手たちに向き合ってね、非常に頑張ってる監督さんですよね。この代わりにシーブロックも、これはなかなか難しい。これどこが上がってきますかね。どこが上がってくるかっていうところがありますね。